そいつが作品を楽しめたって言うんだったら、みんなのことも楽しませられるんじゃねえかと思った次第です。ちょっと一杯。本当にね、手前味噌なんですけど、すごくいい作品ができたと思います。公開日初日の夕方に、副音声の、コメンタリーっていうらしいんですけど、副音声のね、収録をしたんですよ。で、その時に一回見て、で、その翌日一人でね、某劇場にですね、見に行きました。でね、こうもう、ってね、感じで涙をね流して、来たわけです。なかなかすぐね翌日もう一回行こうかなっていう感じでならないので、まあそれだけ自分がああやっぱりこの作品のことは好きなんだなと、いい作品になったんだなということを感じました。普段のねこうインスタライブをしてる俺と全然違うじゃんっていうねことを言われたりするんですけども、まあ当たり前だろっていう、役者なんでっていうところでね、まあスルーしております。そういう役っていうことで、そういう役もやるよと、そういう役じゃないのもやるよっていうことでですね、デリケートゾーンからねいろいろお伝えしておりますけれども、それでいいんです。役者はもうねそれでなんぼっていうことで、俺の3歳から知ってる幼なじみがうちの会社にいるんですけど、そいつが、俺がデビューした頃にね、お前の作品はもう俺はお前のこと分かりすぎてるから見れねえよってよく言ってたんです。それがねピンポンだったかな、見た時に見れたよってね初めて言ってくれて、で、あ、そうとか言ってね、別にこう流してたんだけど、俺的には結構確信を得たというか、革命的な日で、あ、こいつがそう思うんだったら俺はみんなにそういうふうに、だって俺のことを多分みんなよりもよく分かってるやつなんで、そいつが作品を楽しめたって言うんだったら、あ、みんなのことも楽しませられるんじゃねえかと思った次第です。ごちそうさまでした。